の島にいる間、あなたは財布を開く必要がありません。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はモルディブのリゾートで超絶おすすめなオールインクルーシブについて紹介するね。普通、ホテルに泊まると食事、シュノーケル、ビール、それぞれお金がかかるけど、モルディブのオールインクルーシブでは島にいる間、全部最初からパックに含まれてるの。リゾートにいる間、財布を持ち歩かなくていい。そんな最高に天国の仕組み。モルディブ？どうせ高いんでしょって思ったそこの山田。お値段9日間で35万円。日本からモルディブまでの往復券、リゾートまで行く水上飛行機、水上ビラの5日間の宿泊、シュノーケルツアー、イルカと楽しむサンセットクルージング、ウェルカムシャンパン、滞在中のアルコール、毎日豪華なビュッフェ。これ全部含めて35万円って、むしろ安すぎ珍百景じゃないか。この前行ったフラワリでは、水中レストランでの食事と、この誕生日を迎えたお父さんのケーキ付きセレブレーションも含まれてて、マジでカムチャッカインフェルノだった。今モルディブ行く際に絶対失敗しないコツを紹介してるから、コメント欄から見てみてな。ゼオ家の冒険は続く。モルディブに来て70万円無駄にした件。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。みんなハネムーンやカップル、家族で一生に一度はモルディブに行きたいって思ったことない？私たちはモルディブに感動しすぎて過去に3回行ったことがあるんだけど、モルディブには最適な時期があるのって知ってた？乾季11月から4月、雨季5月から10月。雨季といえど通り雨が5分ぐらいのイメージ。モルディブの天気は雨季でも基本は晴れてて、通り雨があるくらい。乾季は晴れてるんだけど、値段が高いから全部気に入ったの。そんな私たちの過去3回の天気成績はこんな感じ。1回目、ビノール、8月。5日中、1回だけ通り雨、ほぼ快晴。最近、フラワリ&リゾート、9月。1週間中、通り雨10分、ほぼ快晴。問題なのは2回目、ミリヒ&リゾート、9月。1週間中、全部雨。むしろ大嵐。旅費2人分、70万円分が全てパーになりました。あなたは雨季乾季どっちを選ぶ？絶対失敗したくない人のモルディブのコツをまとめたから、コメント欄を見てみてな。ゼオ家の冒険は続く。天国の島、モルディブ。雨降った時はやることない。オラは世間の絶景を求めて旅をしている妻。前回出したモルディブのオールインクルーシブの動画、たくさんコメントくれてサンキューな。今日はその中で質問のあった、モルディブって雨の日やることなくねって質問に回答するな。結論、雨の日はやることない。これはモルディブに限らず、海とか山全般そうだけど、モルディブは超綺麗な海でシュノーケルしたり、アクティビティするのが醍醐味だから、雨だと基本それらはできない。オールインクルーシブの場合は、リゾートでの飯とか酒がタダだから、レストランやバーでしっぽり飲んだり、普段は用がないホテルのミニバーをここぞとばかりがっつくのもおすすめかな。ちなみにモルディブの雨は基本通り雨だから、1時間もあれば大体止むんだけどな。次回、水上ビラのトイレってどこに流れてんだ？次回も絶対見てくれよな。ゼオ家の冒険は続く。モルディブ水上ビラのトイレってどうなってんだ？オラは世間の絶景を求めて旅をしている夫婦。前回出したモルディブのオールインクルーシブの動画、たくさんコメントくれてサンキューな。今日は質問のあった水上ビラのトイレ事情について紹介するな。水上ビラのトイレって海に垂れ流しなのとか、どういう仕組みなのって質問来てたんだけど、結論、海に垂れ流し。次回も絶対見てくれよな。というのは冗談で、ちゃんと安全に処理されてます。水上ビラのトイレは、リゾート施設内の浄水槽で、全て処理を完結できるように設計されてるんだけど、リゾートで過ごしてても、配線や配管が全く目につかないのは、おったま珍百景。次回、ゼオ家の冒険。現地のじいちゃんと仲良くなったけど、よく見たらばあちゃんだったぞ。絶対見てくれよな。モルディブ来たけど、サメが多すぎてやっべえぞ。オラは世間の絶景を求めて旅をしている夫婦。前回出したモルディブの動画、たくさんコメントくれてサンキューな。今日は質問のあったモルディブの海にいるサメについて回答すっぞ。モルディブの動画でサメが映る場面があったんだけど、このサメは人を襲いますかとか、子供が心配なのでモルディブには連れて行けませんとかコメント来たんだけど、結論、このサメは人を襲わねえぞ。私も最初シュノーケルしてて、サメが出現した時、焦り散らかしてたんだけど、島のスタッフさんに聞いたら安全なサメって言ってたぞ。海沿い散歩してると、浅瀬でも結構な頻度で見ることできるから、モルディブの風物詩みたいなもんだな。次回、ゼオ家の冒険。モルディブで旦那にも飛び込みの仕方を教えてみたけど、1ミリも理解できてなかったぞ。次回も絶対見てくれよな。ドバイの高級ホテルの秘密暴露します。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はドバイで超おすすめのホテル、アドレススカイビューについて紹介するね。ドバイのダウンタウンにある超人気の5つ星ホテル。このホテルといえば何といっても54階にある世界最高のインフィニティプール、ブルジュハリファの噴水ショーも見える絶好のロケーションなの。このホテル、ロビーには世界の VIP たち集結してて、部屋からブルジュハリファも見える。間違いなく最高なホテル。けどね、実はここのお値段、私たちが行った6月はなんと2人で3万5千1494円。一人換算だと約1万8000円。このクオリティで安すぎない？一点注意なのはラマダーンと真夏の時期は避けてほしい。ラマダーンは一部お店閉まっちゃうし、真夏は暑すぎて気温50度になるから、ドバイの人たちみんな海外逃げちゃうんだよ。6月上旬はちょうど穴場だったかもね。あとね、VIP が集まってるから服装には気をつけてほしい。我が家は存分に砂漠で遊んだ後に行ったから、T シャツサンダルで、車も体も砂だらけでマジ恥ずかしかったわ。ちなみにブルジュハリファビューはフロントに伝えると変更してくれるよ。要望叶えてくれるからトライしてみてね。強気の冒険は続く。ドバイで遊んだけど日本よりお金かからんかったぞ。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。ドバイってお金がかかるイメージがあるんだけど、日本より安いものだらけって知ってた？例えばホテル。ホテルはドバイ政府が観光業に力を入れているから安くて新しいものが多いの。私たちが泊まったのはブルジュハリファの真下にあるローブシティウォーク。ブルジュハリファが見えるプール付き、洗濯機付き、ジム付き、部屋から有名なジャンクションが見える。世界最大のドバイモールまで車で3分で行けるからアクセスも最高。私たちが宿泊した時は2人で7000円、1人3500円でびっくり珍百景。あとはレンタカーも安い。軽自動車は1日3000円、セダンも1日約4000円からで借りられる。マジで安すぎ安めぐみ。他にもドバイファウンテン、ハーフデザートロード、ドバイエキスポが無料で楽しむことができるの。ちなみに食事はレストランはまあまあ高いんだけど、スーパーは日本と大体同じぐらいだから私たちは毎日通ってた。確かに高級なお店もいいんだけど、こんなに世界一が並んでる街ならたまにはいいんじゃないか。ゼオ家の冒険は続く。日本人の 99% の人は知らないドバイのこの島の実態。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はこのドバイにあるどう見ても常識離れしたヤシの木状の人工島を紹介します。ここはパームジュメリアという人工島で、1本の幹と16本の枝にあたる部分で構成されている。この人工島、リゾートホテルや商業施設も多いからドバイでも人気な宿泊エリアなのだが、驚きの事実があります。それはこの島はまだ完成形ではなく氷山の一角であるということ。この世界一の人工島はお隣のパームジェベルアリー、そして少し離れたパームデイラを含む人工島3島を作るパームアイランドと呼ばれる計画の中で最も早く完成し、最も小さい島でもある。そう、言うなれば四天王のうち最弱の存在。それが今後の進化が勃起期になる島、パームジュメイラだった。ゼオ家の冒険は続く。ドバイにある道路が砂漠に侵食されたエリア。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はドバイにある人工物と自然の融合、ハーフデザートロードを紹介するよ。一見この場所、世界の終わりみたいな感じがするんだけど、なんとドバイの市街地から車で30分、結構簡単に行くことができるよ。話変わるけど、世界の終わりといえば最近はセカオワを指すことが多いけど、私は断然ミシェルガンエレファントの世界の終わり派だわ。話戻るけど、ここは有名な撮影スポットだから高級車を乗り回すドバイの富豪たちが集まって撮影家をやってることが多いの。たまーにラクダの群れに遭遇することができるんだけど、これはマジで感動しすぎて DJ ラブ。日本ではなかなか見れない砂漠を全身で堪能できるから、ぜひドバイに来るときはチェックしてみてね。ゼオ家の冒険は続く。アブダビのモスクで絶対にやってはいけないこと。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はアブダビにあるシェイクザイドモスクに行ったんだけど、みんなもこの写真一度は見たことあるんじゃない？世界旅行をしている私たちとしても間違いなくトップクラスにおすすめしたい美しい建物だったけど、ここはイスラム教徒の方の聖なる場所。入る時のルールがバチクソ厳しいから事前に絶対チェックしていってね。絶対ね。まずは服装。女性は肌を見せちゃダメで、全身長袖はもちろんのこと、毛髪の露出も NG。 私は気合を入れて現地の衣装を買って初日の夜は入れてもらえたんだけど、翌朝同じ服で行こうとしたら天気が良くて肌が透けるってことで黒い衣装を買い直さないと入れてもらえんかった。次は写真撮影時の注意事項。もしあなたがこんな感じでピースをしたらつまみ出されます。ピースやポーズは NG だから、ここも注意が必要。直立不動で撮影してね。警備員が常に監視していて、実際に注意を受けてる人もいたのは驚きだった。ドバイの他のおすすめスポット、概要欄からチェックしてみてね。ゼオ家の冒険は続く。何も知らずにドバイで遊んでしまった私たちの末路。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はドバイの街で思いもよらない形で命の危険にさらされた話を紹介するな。この街では世界最大の噴水ショー、ショッピングモール、ブルジュハリファなどなど見るところが多すぎて、田舎育ちの私としてはびっくり珍百景。無邪気に昼から夜まで遊んでいると、あることに気がつくの。あれ、外に全然人がいない。最初はみんな平日だから仕事してるのかなとか思ってたんだけど、そうでもなく、なんと暑すぎて外に出られないっていう理由だった。それもそのはず、なんとこの日の気温は40度、暑い日には50度近くまで行った日もあった。車の中に入ってもドアや窓がチンチンに熱くなっとって、うちの旦那は最高に入ってやつだぜって言いながらパニック症状を起こしてた。日本だと常に平和で守られた環境だけど、海外ではその国の気候や環境について知らないと危険だわさ。ゼオ家の冒険は続く。絶対真似するな。砂漠の中でバタフライ。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はアブダビの市街地から車で100キロ、砂漠の中にあるリゾートホテルに来てるんだけど、ここでは絶対バタフライだけはやめた方がいい。このホテル見渡す限り砂漠のど真ん中にあって、ガゼルさん、オアシスさんを見ることができる。立地だけではなく、内装もぼっけーおしゃれでヤバタニエ。でれー綺麗な夕日見てバタフライしたら、もう日本に帰りとうなくなるんじゃん。ちなみに気温は50度くらいあるからマジな話。外にいると1分も持たずに行ってきます。みんなも絶対に真似しちゃあかんぜよ。ゼオ家の冒険は続く。このプールどうなってんの？私は会社を辞めて世界旅行をしている妻。今日はドバイで今超話題のプール、オーラスカイプールについて紹介するね。ここは世界最大の人工島、パームジュメイラにあって、なんと高さ50階、地上から200メートルの高さにあるインフィニティプール。人工島とドバイを360度眺めることができるプールなの。なんとね、私たちが行った1週間後にクリスチアーノ・ロナウドも来てたの。このプール人気すぎて、昼や夕方は予約がいっぱいになるから、早朝のウェルネスコースがおすすめ。人がいない360度のパノラマビューをたったの7000円で独り占めできるから驚き。プールの水が冷たくて、冷たすぎて入れないわよとキャッキャしている愉快な姉さんや、エクササイズをせずにずっと泳いでたインド人2期。いろんな国籍の方たちと同じ空間で楽しめるのも海外旅行の楽しさの一つだよね。実際にプールで過ごした Vlog も発信してるから、概要欄からチェックしてみてね。ゼオ家の冒険は続く。絶対行くな、バリ島のアヤネリゾート。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はバリ島で日本人にも大人気なアヤネリゾートに来たんだけど、正直絶対来ない方がいい。その理由を4つ紹介するな。まず理由その1、くたくたになる。このリゾート、プールの数がなんと12個もあって、滞在中はしゃぎすぎて、全てのプールで泳いでるとくったくたになる。世界旅行中各国のプールでバタフライかましてる私としては、この数の睡魔はもはや筋トレ。その2、腹がちぎれ飛ぶ。アヤナリゾートでの朝食は、世界各国の超絶美味しい料理がビュッフェで並ぶんだけど、美味しいだけじゃなくて種類が多すぎて初見だとまず食べ過ぎること間違いなし。私は食べ過ぎて腹がちぎれ飛んだ。その3、日本に帰る気がうせる。アヤナリゾートではリラクゼーションスパが有名で、私たちも受けてみたんだけど居心地が良すぎる。日本に帰る気が一瞬でうせます。その4、目が飛ぶ。ここにはロックバーっていう世界でも有名な海に面したバーがあるんだけど、映えすぎて目が飛ぶ。みんなもアヤナリゾート行くときは絶対注意してくれよな。ゼオ家の冒険は続く。これだけはやっちゃダメ。バリ島旅行。私は会社員も辞めて世界旅行をしている妻。今日はバリ島に来てて、リゾートも綺麗だし、自然も美しいし、物価も安いし最高ってことで、みんなに勃起をおすすめしたい場所なんだけど、いくつか絶対やっちゃダメな点があるから紹介するね。絶対ね。まずは野良犬に気をつけること。バリは治安めっちゃいいんだが野良犬が多い。最初野良犬多すぎてガクブルしすぎて歯がなくなったんだが、現地の人によると走らず歩いていれば大丈夫らしく、みんなも野犬がついてきても絶対に走っちゃダメだからね。ダメ、絶対。野良犬の次に怖いのは野良のタクシー。釣り返してくれないタクシーとか、観光客価格でむっちゃ値上げするタクシーがいて、昔はよくタクシー内で激オクスティックファイナリアリティプンプンドリームしてた。今はゴージェックっていう超便利な紙アプリがあるから、みんなもそれ使うといいよ。日本の DD とか Uber みたいなもんで、行き先とルート、価格を決めた上で本人のドライバーが来てくれる。値段もめっちゃ安いし、カード払いもできるから釣りが帰ってこないこともなし。ラスト水道水。あるいは水道水飲めないんだけど、気をつけないといけないのはレストランでの氷。例えばペットボトルの水やコーラとか頼んでも、氷は水道水で作られていることが多い。氷抜きにしてもらうか、溶ける前にパーリラ一気な。みんなも気をつけてることがあったらコメント欄で教えてな。ジャングルの中にリゾートホテル？私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はバリの大好きなホテル、ザ・カヨンジャングルリゾートを紹介するね。はっきり言おう。世界旅行をしていて、このホテルが一番お気に入りオブザイヤーだった。ここはバリ島の奥地、ウブドにあるホテル。このホテル、プールがマジで最高なの。まずお部屋についてるこちらのプール、温水ジャグジーとプライベートプールに分かれていて、気分に合わせてローテーションできるの。続いてメインのこの2段になってるプール。これぞバリって感じだよね。同じ宿泊者たちがみんな気さくで、プールサイドでお酒を楽しんでると、一緒に飲もう、一緒に踊ろうってパリピの姉さんたちが話しかけてくれる。マジで海外のこういうの大好きだわ。バリって治安も良くてご飯も美味しくて物価も安くて、独特な文化が世界中から愛されてる場所だから、ぜひチェックしてほしい。ゼオ家の冒険は続く。一匹残らず駆逐してあるバリ島リゾート。牛どうしているのか。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。世界旅行をしながらリゾートの魅力を紹介してると、虫っていますかって質問をもらうことが多いんだけど、大の虫嫌いな私たちがどういう風に快適に過ごしているかを紹介するね。まず結論なんだけど、ちゃんとしたリゾートでは一匹残らず駆逐されてます。こういうこと言うと、私たちのリゾートでは虫出ましたが、なんて思ったそこのなんか牛がいるリゾートとそうでないリゾートの見分け方は Google マップの口コミを見れば大丈夫。牛がちゃんと駆逐されているホテルは基本的にスタッフさんや施設、料理に対するコメントが多くて、逆に虫が多いホテルは牛に対するクレームの口コミが必ず来ているから、その宿さえ避けていれば基本的には大丈夫。どれだけ値段を下げても外れを引かないホテルの探し方は前に動画にしたので、そっちを見てくれや。たまには虫ぐらいいたっていいじゃないか。地球だもの。ゼオ家の冒険は続く。血抜きで遊べ。バリのペニダ島がいろんな意味でヤバすぎた。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。バリ動といえばイビリティプールが楽しいあやなとか、奥深い味わいのウブドウって感じでワクワクしてたんだけど、今回は世界旅行ってことで隣の恐竜の形した港まで行ってきたの。ここはっきり言っておくけど、最近までただの平凡な会社員やってた私にはハードすぎた。まずこの船に乗っていくんだけど、見てこの乗船方法。海とかめっちゃ浮いてて、失礼ですけどこの海は死んでますか？島に到着するや否や、早速恐竜の形したケリンキンビーチへ。他の観光客は上から写真撮ってて、私たちも並んで撮影でもするのかなって思ってたら、なんとガイドトットはそのまま崖を下って下のビーチへ。片道30分かかるリアルボルダリングがスタート。ここで私えげつないことに気づいたんだけど、島の上からなんとマンタが見えるの。この島はマンタの生息地としても有名らしく、地上から海のマンタが見えるのは感動した。地球ってボッケーなーなんて思ってたら、ガイドトット何やら船に、これはもしかしてマンタツアースタート。この島波が強すぎる。日本だったら絶対中止だと思う。しかもこのレンタル機材見たらわかる安いやつや、リアル死ぬかと思ったわ。ここさえ知っておけば大丈夫。バリ島の最高映えスポット。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日は質問でめちゃくちゃもらう。バリ島の観光おすすめスポットはどこですかって質問に、世界の絶叫を追い求めてる私たちが全身全霊をかけて紹介していくから、耳の穴かっぽじってよーく聞いておいてな。第5位、星のやバリ。日本の星のリゾートがなんとバリにもある。この70メートルある水路型のプールや渓谷に突き出したカフェが最高なんだが、バチクソ高いから5位。第4位、ケリンキンビーチ。バリといえばこの冒険島。恐竜の形をしたビーチと、その周りには野生のマンタがえげつない数。泳いでいてえぐすぎえぐち。第3位、ギリ島。最近話題のスポットで、海に沈む石像。そして島は馬とチャリで移動するというびっくり珍百景。第2位、パパディウメ。日本人は多分誰も知らないけど、海外の人には超人気。バリの奥地シドメンにあって、周りには美しいライステラスやバリの原風景を見ることができる。第1位、カヨンジャングルリゾート。バリのウブドにはたくさんいいホテルがあるんだけど、ここはずば抜けてよかった。バリ島。いや、世界中のホテルの中でも、ここはお気に入りオブザイヤーですわ。みんなもお気に入りの場所があったらコメント欄で教えてな。手おけの冒険は続く。バリ島にある星のやバリの正体がやばすぎた。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はバリ島にある星のやバリについて紹介するね。ウブドの渓谷の中にある星のやバリ。日本でもあの有名な星のリゾートがバリ島にもあるの。空港から車で 1.5 時間。和風×バリ島の伝統的な建物が融合されていて、本当に心地がいいホテル。なんといってもお気に入りなのが、お部屋から直接入れる70メートルの運河プール。ここはマジで広すぎてヤバ谷園だった。続いてこの鳥かごのようなカフェガゼボ。ここで朝食やお茶をすることができるんだけど、久々の日本食の美味しさにおったまげたな。さらに私たちはホテルで開催されている早朝のハイキングアクティビティに参加したんだけど、自分たちでは行けないようなウブドのローカルな街並み、雰囲気を味わうことができるの。ホテルの方がガイドしてくれるからマジでおすすめ。バリ島に行く際は絶対参考にしてくれよな。ゼオ家の冒険は続く。ちょっと待った。バリのタクシーで現金は使うな。オラは世間の絶景を求めて旅をしている妻。今日はオラたちがバリ島で出会っちまったタクシーでのトラブルとその解決方法を紹介すっぞ。4年前に新興旅行でバリに来た時、何も知らなかった私たちはバリに着くや否や、空港で待ち構えていたタクシーに乗ってホテルに行ったの。そしてそのまま現金で支払いしちゃったんだけど、バリの通貨はルピアって言って、100円は 18,000 ルピア、1000円は 108,000 ルピア。これ一発で理解できる人いないよね。桁多すぎてマジバロン。私たちは桁間違って800円でいいところを 8,000 円払ってしまって、気づいた時にはタクシーは足早に逃げていって、ショックすぎて膝から崩れ落ちてさらわれた。今回の世界旅行ではその反省を生かしてゴージェックっていうアプリを使ったんだけど、これがスーパー最強すぎた。まず価格は観光客価格じゃなくて現地価格だから、そもそもめっちゃ安くなる。しかもあらかじめ価格とルートを地図で確定させてから乗車するから、英語が苦手なパリのタクシーの運転手と価格交渉する手間が省ける。そして支払いはアプリに登録したカードから引き落とされるから、煩わしいルピアの計算も不要。これであなたも余裕しゃくしゃくしゃくユミコ。みんなも私たちみたいに膝の皿割らんように気をつけてな。次回も絶対見てくれよな。ゼオ家の冒険は続く。バリ島で驚いた光景5選。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はバリ島で驚いた光景5選を紹介するね。バリ島で3週間過ごした中で、日本ではなかなか見ない光景に日々驚いたことが多かったの。文化の違いを感じるのは旅行の醍醐味でもあるから、ぜひパリへ行った際は感じてみてほしい。では行ってみよう。トップ5、バイク4人乗りの家族。ルールどこ行った？トップ4、荷物を頭に乗せている人。物の売り方の癖強い。トップ3、道端に鶏がよくいる。街中が動物園みたいになってる。トップ2、馬が主な交通機関の島がある。トップ1、おばあちゃんが川で洗濯。これはマジですごい。みんなもバリで驚いたことがあったらコメント欄で教えてな。ゼオ家の冒険は続く。これだけはやっちゃダメ。バリ島旅行。私は会社員を辞めて夫と世界旅行をしている妻。今日はバリ島西部にあるランプーヤン寺院に行ってきたよ。みんなもバリといえばこの写真見たことあるんじゃないかな。けどね、最初に言っておくけど、思った感じじゃなかった。まずはガイドさんを雇って近くのホテルに船舶。バリって結構安くでガイドさんを1日フリーで独り占めできるから、これはマジでおすすめ。ちなみにバリでタクシーに乗るときはゴージェックっていうアプリを使うといいよ。昔はよくタクシーでお釣りもらえないとか、ったくられでカムチャッカインフェルノしてたけど、このアプリだとカード払いもできるし、現地価格で乗れて安すぎ安めぐみ。話は戻って次の日早朝、ガイドさんと共に寺院のある山に登って写真撮影。その時私は気づいてしまった。あれ？写真で見た池がないけど、なぜか写真には池が写ってる。これってまさかと思い、撮ってくれたスタッフさんの手元を見たら、なんとそこには鏡が。おーい、これ鏡やったんかーい。みんなもインスタ見て愚直に死んじゃうのはやめようね。瀬尾家の冒険は続く。海中に沈む神秘の石像。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はバリ島からすぐ行ける秘境キリ島を紹介するね。まずはこの映像見てみて。勃起やばくない？この映像見て絶対行こうって決めたの。バリからは船で 2,3 時間。島に到着したらまずはお馬さんで移動するの。この島では自動車がないから、基本馬か自転車で移動するの。This is 最高にちょうどいいカルチャーギャップ。キリ島に来た目的はシュノーケル。プライベートツアーに申し込みをしていざ出陣。朝8時ぐらいから行ったんだけど、すでに人。何があったってショータイム。もうどれが石像でどれが人か見分けつかんわいな。我らが大師匠、あやね大先生曰く、朝日が出る6時台に出ないと、独り占めはできんらしい。ただね、海の透明度の高さは抜群で、お魚さん、ウミガメさんもいて、シュノーケルは堪能できた。みんなが行くときは早朝に行ってみてね。の冒険は続く。本当は教えたくない日本を超えるバリ島のおもてなし最強ホテル。私は会社員を辞めて夫と世界旅行をしている妻。今日は世界旅行をしながら一年中数々のホテルに宿泊してきた私たちが、もてなし度高すぎて早く永住しそうになったバリの最強のホテルを紹介するね。ここはね、結構値段もお手頃で、正直教えたくないレベル。名前はアディワナっていうバリ島のウブドにいくつかある系列店のリゾートなんだけど、Google マップの点数なんと7件あるうち、全ての店舗が 4.5 以上で、高いところだと 4.9 もあるの。しかも口コミを見ると大体スタッフさんへの賛美の嵐。気になって私たちも行ってみたんだけど、確かに合点納得。まず驚いたのは最初チェックインの時、なんとレセプションで私たちに関わる担当チームメンバーの自己紹介からスタートしたの。ちょっと待って、ただお仕事としてお世話してくれるっていうより、フレンドリーな仲間として助けてくれるって感じで、人って第一印象って決めるっていうけど、まだ部屋とか何も見てないけど、私ここ第0印象で好きだわ。部屋は開放感があって、独立したオシャンティーなバスタブと、窓からジャングルと動物たちが見えるのが心地いい。屋上にはインフィニティプールもあって、そこでチルしながら見る夕日も最高だった。しかもこのアディワナ系列、いろんな価格帯のリゾートがあって、安いところだと2人で 8,000 円で泊まれるところがあるの。このクオリティで1人 4,000 円台ってマジ安すぎ安めぐみ。朝はインフィニティプールで朝食を食べながら優雅なひととき。みんなもここ行くときは永住しないように気をつけてくれよな。瀬尾家の冒険は続く。世界一の夕日が見れるビーチクラブ。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はバリの大好きなビーチクラブポテトヘッドを紹介するね。はっきり言おう、世界旅行をしていて、このビーチクラブがお気に入りオブザイヤーだった。ここはバリの中でもおしゃれなカフェなどが多いスミニャックにあって、西の海に沈む超綺麗な夕日を眺めながら最高にチルい雰囲気のインフィニティプールで美味しいディナーが食べられるの。話は変わるけど、昔私がサラリーマンしてた時にビーチクラブをビーチクラブって発音して左遷された上司がいたから注意してね。話は戻って、ここのビーチクラブ、夕日の時間帯に行くとすでに人になっちゃうから、行くな夕日の時間帯の前に行くとおすすめするよ。なんかさ、よくわかってないんだけど、バリの夕日見たことある人はわかると思うんだけど、バリの夕日ってオレンジ度マシマシなんだよね。この理由解明した人に私からノーベル平和賞を授与するから、どしどし応募待ってっぞ。瀬尾家の冒険は続く。モンキーフォレストで猿がちぎれ。私は会社員を辞めて世界旅行をしている妻。今日はバリ島の中心地ウブドにあるモンキーフォレストに来たんだけど、ここはバリの独特な建物とともに200匹以上のお猿さんが暮らしているの。森の中を探索していると、赤ちゃん猿やボス猿などがお出迎えしてくれて、可愛さやばたにえん。猿はほぼ野生だからいくつかルールがあるの。1、お猿さんと目を合わせない。2、紙袋やプラスチック製の袋を持ち込まない。3、お猿さんに触らない。4、人間の食べるスナックを与えない。私たちも当然このルールを守ってはいたんだけど、夫が撮影してたカメラがお猿さんをびっくりさせちゃったみたいで、こんな感じでガチ切れされちゃった。他にもサングラス持っていかれる観光客やバッグを持っていかれる人もいて、マジおもや。バリの中でめっちゃおすすめの場所ではあるから、みんなも注意していってな。瀬尾家の冒険は続く。